はい、勝みです。え、今回なんですけど、衆議院選挙2024において、立憲民主党の原口さんと有田さんが当選しましたね。え、この件について僕が思ったことは、素晴らしいと思いましたね。なんでかっていうと、あのね、自民党にね、急を据えようっていう流れになってね、立憲民主党がかなり勝ったんですよ。でこれは素晴らしいことだと思ったので、素晴らしいですね。 これからも、あの、議員として頑張っていただきたいと、お二方には思いましたね。